内花。サラサラ部屋だけどプロレス命。ちなみに酒のつまみも大好きとのこと。そしてもう一人は田口花ちゃん、はい、花プーですね。花プー、花プー中学2年生、うん、特技はプロレスラーのモノマネなんです。あら、なるほど。あ、じゃあ天山選手の、ね、猪木さんがやりたいんです。いや、猪木、天山がいい、天山猪木すごい。ごめんごめんごめん、天山は天山できない。天山。あ、じゃあ猪木やっていただいて、あの天山もいいかな。嫌です。嫌ですって。じゃあ猪木やる。じゃあいいです、はい、猪木ね。やった。はい。いきます。うん。結構がっつりやるんですね。本格的なやつですね。元気ですか。元気があれば何でもできる。よし、じゃあ天山やってもらおうか。私のトレードマークなんですけど、すいません、私のサラサラストレートヘアが私のトレードマークなんですけど、一人前の天使になったら一人前の天使になったら髪の毛がクリンクリンになっちゃわないか少し不安です。光の天使ナンバー11の花です。先輩たちに負けないように私も頑張ります。最近の悩みはこのようにパッツン前髪にサラサラのストレートヘアが私のトレードマークなんですけど、一人前の天使になったら髪の毛がクリンクリンになっちゃわないか少し不安です。趣味は体を動かすことです。誰よりも早く飛んでみんなに快適にネットに接続してもらえるようになりたいです。一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。皆さん元気ですか。イエーイ。元気があれば何でもできる中等部3年気合院長の、せーの、田口花。あー気持ち悪い。今日もテンション高めに頑張ろうと思います。よろしくお願いします。皆さん元気ですか。元気があるからやっちゃうよ、中等部2年の、せーの、田口花。何それ、分かんない。ありがとうございます。では中等部2年の自信はありますでしょうか。いや、でもないって言っといた方があれじゃない、低かった時に計算したリスク回避しました。そうだね、そうだね。生活態度1、学業との両立は3という。やばい、どういうことなんですか。はい、アイドルっぽいのは外見だけ。生活態度、生活態度、みんなの仕事が終わった後残ってるものは誰のと聞く前に花のって聞くことにしてます。さあ、そんな田口さんに先生からの一言は何でしょうか。見てみましょう、どうぞ。プロレス気にしすぎ。自分で作ったのこれ。そうです。あ、これを見て、まあ、真似してというか、アイドル度は1以下だなこれは。君が一番。プロレス大好き桜学院田口が得意技を披露。手加減とかすると逆に怪我しちゃうから。マジで言ってもらって大丈夫で。いきますよ、3、2、1、どうぞ。
歳です僕34歳ですまずじゃあ、最初の、問い1ですね、東海道山陽新幹線の種類は3つあります。のぞみとひかりともう一つを答えなさい。これ正解はこだまでございますね。はいはいはい、喜んでる方がいらっしゃいます。田口の答え、田口の答えがこちら、ザン、ひぞみちゃん。ひぞみちゃんはちょっと希望は持てませんよ。これ何ですか、ひぞみって混ぜたの。え、のぞみちゃんとひかりちゃんを混ぜたの。あ、そういうことね。ひかりちゃんとのぞみを混ぜると、ひぞみ、急にね、ネガティブになりますね。これはあんまり旅立ちたくない、ネーミングでございますけれども、今回はね、それに似たような感じで、山かけそばがどのようなそばか説明しなさいという問題がありました。田口はね、これね、もうなんていうのかな、もう中本イズムの継承者というんでしょうかね、その力ずくで打った、ね、練ったうどんに続く名作を生み出してくれました。こちら、山の草をむしり取ってぶっかけたの。そうだって山かけそばじゃん。山の草を俺、そう、イメージ的にはそう、猪木さんがこう修行にね、もう山にもう山ごもりするんですよ。お腹すいちゃう、お腹すいちゃうって、むしって、うわーみたいな。それを言いたかったのか。嘘つけよお前。もう一人、上位グループ、上位グループ最後の一人は田口アナ。泣きそうなの。どうした。すごいよね、上位上位。今まで苦しかったよね。田口見てほら、10点。いやいやいや、国民調査最下位だよ。最下位から素晴らしいですね、田口さん10点台を。おめでとうございます。謝りたいことは、そう、忘れ物が多いんですよ。あと、ユナノの誕生日プレゼントずっと渡してないですっていう、ごめんなさい。ずっと家にあるんですよ。でもね、どっか行っちゃった。なくなった。だから忘れちゃいました。それ、どこに行ったかを忘れちゃったんですね。うん、どこにあるか分かんないんですよ。家のどっかにあると思う。しかもね、何買ったかもう忘れちゃったくらい、結構やばい。誕生日何月でしたっけ。12月、何日ですかね。それも当てちゃった。誰か教えて。何日だろう、ユナの誕生日。何でしょうね。何日ですかね。ね、ね。